はい、どうも、ギタープラネットハイのフラノーマスオトです。いやー、最後の一本です。疲れました。はい、それでは開けていきたいと思います。はい、それではいきますよ。オープン。うわーい。いいですね。ロイヤルブルーティントにホワイトパールガードを合わせちゃいましたと。そんなところでしょうか。いいですね。HSH で。はい。ジェムサイダージャパン、スタジオエリート HD、ブラックシュメアウィズロイヤルブルーティントでございます。こちらも、デニムブルーのドットに、はい。ティントロゴが結構いい感じになっております。いいですね。ボディなんだろう。はい。それではスペックを見ていきましょう。はい、ジェームスタイラギタージャパン、スタジオエリート HD でございます。ボディウッドスワンプアッシュで、ネックはクォーターソンメープル、指板がイーストインディアンローズとなっております。ネックシェイパーエキストラシン59、細いタイプで、ピックアップが HSH 配列になっております。フロントがレトロ、真ん中が JTS5500、リアがスーパー X になっておりますね。スーパー X でございますよ。コントロールの方は、ボリュームトーン、ミッドブースト、バイパスボタン、ミッドブースト両、5A セレクターにスーパー X ボタンがついております。まあ、これ何っていうと、リアのピックアップ、スーパー X というピックアップはですね、こちらは、1つのピックアップで2つのハンバッカーの音が出せるという画期的なピックアップになっております。通常時はスーパーでボタンを押していただくとレトロに切り替わるというですね、画期的なピックアップになっておりますので、幅広いサウンドメイクを可能としております。ハードウェアは G2TS タイラーサドルのトレモユニットと、ヒップショットロッキングチューナーで、今回はシルバーで統一しております。先ほどの1本と比べるとちょっと明るい雰囲気で、なかなか個性的な1本に仕上がっていると思います。いかがでしょうか。このロイヤルブルーティントは結構黒系をフューチャーしたものが多いんですが、はい、今回はですね、あえてパールガードも似合うだろうなと思って頼んでみました。こんな感じですね。いい感じだと個人的には思っております。いやー、いいですね。 HSH でスーパー X で、まあ、ちょっと結構乗せすぎた感はありますが、いろいろ使える一本になっていると思います。はい、本日から店頭展示開始いたします。気になる方はぜひお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。